You ready to ride? I thought you'd never ask. Me. Now streaming on Paramount Plus. It's the new original series, Lawmen. Bass Reeves. Bass dedicated to justice. From executive producer Taylor Sheridan, co-creator of Yellowstone, starring executive producer and Emmy Award-nominated actor David Oyelowo. It's the untold story. I'm warning you. Of the greatest American lawman. your no, wicked days are done. Lawmen, Bass Reeves, new original series now streaming exclusively on Paramount Plus. Next this まあ、戦争と平和について深く考える日でもあるわけですけども、ね、新聞も朝刊を見るといいいっぱい戦争のことが書いてある先週ねあの私あの8月ジャーナリズムって話をしたんですよね、はい、8月になると平和のことを戦争のことを、えー、メディアが多く取り上げるけど、まあ、半分8月しかしないじゃないかっていう,う、まあ、怒られたり揶揄されたりする。 面もあるんだけど、はいまあ、戦争を知らない私たち特に今の世代の記者が、うんえー、取材をすること自体はとても意味があるという話をしたんですね、うんはい、で今日まさにそういう紙面になっているんです、うん、で、えー、一面のコラムは、まあ、6紙見ましたけど全部戦争と平和の話で書いています、はい、それからあの、えっと、これは一面の,あの書籍広告ですね下の方にある「三八広告」っていうんですけど、はい えー、それが、えー「読売毎日朝日」うんうん、全国資産は全部戦争の書籍のシリーズを紹介していますね。すねえー、読売新聞の一番目立つところには「はだしのゲ今こそ読みたい」うんという広告が出ています、はい、カラーで、うんえー、それからあ、えー、毎日新聞ではですね、えー、戦争の認識について書いていたりですね 朝日新聞はあペリリュー外伝2巻あの漫画で私がここで紹介したんですけど漫画のペリリュー外伝の2巻が出たということ、えー、私もすぐ買いましたこれうんやっぱ素晴らしい漫画ですね戦争の漫画ですけど可愛らしいちで紡ぐ青酸の戦争まあこのお広告も非常にこう印象的でした、はい、そうそう毎日新聞はあの、ね、中身に大きく出てたのが「えー、さ チ地イさんの日、うん、米戦死者、えー、3418名この数字が一人一人の名前でできているという大きな広告が、えー、毎日新聞は出ていましたこれはちょっと他のところに見当たらなかったですねこ2面の 2>、うん 1>, えー、1ページ全部一番下のところですね、はいえー、3418名というのが名前で書かれている大きな広告が出ていて。うん えー、これはあの先日 NHK があのドキュメンタリーで沢地さんの、はいえー、戦争の調査についてドキュメンタリーを2本流していましたこれも見ました、うん、やっぱあの8月ジャーナリズムと言われるけどとても大事だなと思いますね、うん、そこで、えー、と今日の一面コラムを読んでみたので一番印象に残ったのは私は朝日新聞でしたね、はいえー、記者が子供の頃 あれは小学校5年生だったか、担任の栗原先生が一度だけ戦争の話をしてくれたと書き出す天聖人語です、うんえー、サイパンで生まれ育った先生は9歳の時に米軍が上陸してきて、えー、ジャングルの動物洞窟へ逃げ込んだと上と乾きて眠れない12日目にミソあります出てこいミソあります出てこい気が付くと米兵たちが入り口にいたと何、うん、でみそ っていう話ですね,そ,ねその後タ、えー、田さん、ちょっと読んでもらいいですか、はい、水ありますが片言でなまった喉が渇いているのに味噌なんてと誰も動かない呼びかけは延々と繰り返されたついに母が死ぬときは皆一緒と投稿を促す朝から水を探しに出ていた父は多分米軍に撃たれ永遠に戻らなかった子供は時に残酷だ。 味噌ありりますはクラスのの男子の流行り言葉になったでもおかげで40年経ってもあの授業は忘れない自己体験の中から出てきた言葉先生から聞いた言葉、うん、流行り言葉になったミソあります、うん、これがどれほどこう残酷なことになったかと、うん、ういうことを実体験として書いているこのコラムの内容は非常に私いいなと思いましたで一番最後の締める言葉はですね え先生から預かった話を皆さんにお渡しすると,、うん、口,と口,口で語り口であの語られたことを聞く、うん、それが大事なことなんじゃないかとこのコラムはえ皆さんにお渡しするという形で締めてるんですね、うん、これととてもいいなと思いな思ましたね、うん、それからですね、はい、えと西日本新聞が一面のトップで「ですね物言いの新しい戦伝 安全保障を考えるという企画のタイトル新しい戦前という言葉を使っていますこれ昨年末にテレビの『徹子の部屋』でタモリさんが「来年はどんな年になりますか?」と聞かれて「新しい戦前になるんじゃないでしょうかね」ということを言ったんですよねこれは私もあとで見ましたけど非常にびっくりするやっぱ優れてますね。 タモリさんのそういういうすごいですね、戦後が終わるということは戦前の始まりでもあるかもしれません、うん、で中を見ていくと、西日本新聞も社説で新しい戦前について触れていましたし、うん、日経新聞も、えー、書いています、えー。今年その、うん あ社説でですね今年その戦前に光が立ったきっかけはタレントのタモリさんが語った新しい戦前という時代認識に共感が広がったことだと、うん、今、戦争米中対立だったりウクライナ戦争だったりいろんなあの国家間の対立がある中でえまあこういうことを考える人が増えているということそれからまあ防衛力の増強もありますし日本もそのものも。 私たちの暮らす世界もお新しい戦前に入ってきたのではないかと言われるとドキッとしますよね。よ、えーまあ、しあしいろんな意見があるでしょうけどお時代がそういう大きな変化を迎えている可能性が高くあとで思ったらタモリさんの言った通りだったなということになるかもしれないんそんな年に私たちが生きているということを今日の紙面を見ても考えますよねこのままでいいのかどうかとかいろんな考え方はあろうかと思いますが今日の朝刊を本当に。 隠し見られると非常にいろんなことを考えるんじゃないでしょうかね。うん、そうですね、はい、さて8時,8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話をはいあの、うん、戦争の話もちょっと絡むんですけど大河、ええ、的な映画ほ<う>長い時間を描いた映画について、ええええ、お話したいなと思ってます、はい、ハオー,ー,ー HKT48 の柳瀬玲也です。 RKB ラジオでお送りしている「GirlsPunchHKT48」の「ももちはまラジオ局」「ポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップルスポティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストなどで「桃もちラジオ局」と検索してフォローをお願いします。